ブリッツインデックスをご覧の皆さん、こんばんは。小柳ゆきです。パワフルでソウルフルな歌声、デビューから15周年を迎える今も高い歌唱力で聴く人すべてを魅了し続ける小柳ゆき。今夜はそんな小柳ゆきのロングインタビューをお届けします。デビューしたての時なんか、まあ、そのとにかくもう歌うのが楽しくてしょうがなくて、歌っていた感じだったんですけど、やっぱりこうやっていくうちに聴いてくれる人がいて、でここのこう温度感をこう共有することがとにかく楽しいと思うようになったので、やっぱそういうところを大切にしていきながら、何かこう受け取ってもらえるもの、そういうののやり取りをしたいなっていうふうに思いますね。感情を表に出す作業のお手伝いというか、そういうのができればいいなと。普段だったら、まあ、なかなか流せない涙だとかも歌によってこうちょっと引き出していければ嬉しいななんていうふうに思ってるんですけど。この夏リリースしたシングル「ひまわり」、映画「爆心長崎の空」の主題歌となったこの曲に込めた思いと。映画が、長崎の被爆2世3世の方をテーマにしたお話になってまして、でその映画を見てその監督さんともお話しさせてもらって、で今回「ひまわり」っていう曲が出来上がったんですが、この日本という国に生まれて、いろいろなこういいことも悪いことも、引き継いでいかなければいけないことがあって、でずっとこの地で生きてきたあの祖先の方だったりとか、そういうもの血を受け継いでいきながら、こうひまわりのようにね、上を向いて生きていければいいななんていう願いを込めて作った曲ですね。はい、15周年だったんですよ、ベスト版を作るということ でその時に、あ、なるほど、こういうのがあったかっていうようなものもやっぱあら、ね、見つかったので、それちょっと入れたいなとは思ってるんですけど。1999年、シングル「あなたのキスを数えましょう」で衝撃のデビューを飾り、今年15周年のメモリアルイヤーを迎える小柳ゆき。この秋には15周年を記念したベストアルバムをリリース。さらに今月17、18日には赤坂ブリッツでワンマンライブを開催します。そんな彼女がライブで大切にしている3つのことを伺いました。まずさっきも言ったその感情の波、をこう歌の中でもこう CD にこう収まりきれないようなその肌で感じるものは大切にしたいなというふうに思っているのと、あとはやっぱこうその場でしか生まれないその一体感、それは楽しい曲でもそうだし、バラードのような曲でもそうだし、その場の空気感の一体感、それも大切にしたいし、あとは生感ですね。やっぱりその場その場で起きることが違うので、それを味方につけていければいいななんていうふうには思ってるんですけど、はい。まあ、いつも大事にこれもしてることは楽しむ場所は楽しむ場所と、ゆっくり聴ける場所とっていうのはもう必ず作っていくようにしてるので、今回もそれはもうガッとこうちゃんと入れていきたいなとは思ってるんですけど、はい。9月17、18日、小柳ゆき。チケットのお求めは0570-00-9749、 0570-00-9749。 本日正午までの受付です。生でしか体験できないようなライブにしたいなと思うので、ぜひ生歌を聴きに来ていただければなと思います。